にちは。こんにちは。あれ、豊さん。はい。なんか目の前にマイクがつきました。そうだよ。やっぱね、いろいろこうあれだな、いろいろ試すけど、やっぱマイクがないとダメだなということで。はい、うんうん。うん、ただアマゾンに頼むとやっぱこういうご時世だからちょっと時間かかったな、はい、あ、やっぱりそうですか。やっぱそうだね。だから視聴者の皆さんもう本当に申し訳ないですね。これからクリアに、はい、そうですね、お届けできますね、はいはい、メモをつぶってるんじゃないかっていつも、ね、開いてないですよって言われるから、いやいや、そういうわけじゃなくて、やっぱいろんな工夫をしなきゃダメだな。いや、だからその皆さんね、一般の方で YouTube とかされてる方ってすごいですよね。照明とかマイクとか、あと見え方も、ね、だ、私もマイク買いましたし、照明も買いました、はい、はい。俺はさすがに照明いらないかなと思って欲しかったら言ってくださいね。別に顔を見たいわけじゃないでしょ皆さんね。いやいや、いますよ、豊さんの顔が見たい方たくさんいるので。あ、なるほどね。コメント欄に書いてください、はい、あの豊さんにも照明が必要っていう方はまた買わなきゃいけないな。そうです、そうです、そうです、はいはいはい、あ、ちょっとお知らせがあるんですけれども、はい、まあ、プロ野球が未だまだ開幕してないっていうこともあるので、はいはいはい、でまたね、はい、そのプロ野球のそのネタが今本当に上がってこない状況なので、まあ、はい、ちょっと今まで豊さん動画配信毎日してたじゃないですか、はい、これを、はい、毎日ではなくて、そうだね、うん、週5、うん、月曜日と、うん、水曜日はお休みにするというような、はい、まあ、そういう形にちょっとなるんだけども、はい、まあ、毎日投稿をさ、ずっとこう続けてきたから、うん、ちょっと寂しいんだけどね、俺自身も。そうですね。で、その毎日をこう楽しみにしていただいてた、うん、まあ、視聴者の皆さんもね、はい、まあ、少し寂しい思いをしてくれるかもわからないけども、うん、まあ、開幕したらね、また毎日投稿できるように頑張りますので、うん、そうですね、まあ、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。あと、セカンドはたまに出していくんですよね、はい、セカンドチャンネルは。セカンドはやっていかないとねと思って、うん、はい、うん、まあ、なんかセカンドチャンネルもこう配信されるのもちょっと楽しみにしていただければなということ で、ね、はいはい、月曜と水曜が本チャンネルはお休みなので、ね、日曜日と火曜日と木金土っていうことですよね。そうです、そうです、はいはいはい、引き続き、まあ、全力を挙げてね、ちょっと頑張りたいと思うので、はい、週5日になってもね、うん、期待してください。ぜひぜひお願いします。はいはいはい、いや、でも本当それもこれも本当コロナがね、まだ収束しないからプロ野球も開幕しないっていう風になってる中で、ちょっとね、話題があれで、今この経済とかいろんな世の中の情勢になっちゃうんですけど、緊急事態宣言がちょっと延長、一部の都道府県で、なんだろう、解除になったりとか、あと引き続きのところも出てますけれども、結構その解除されたところはもうなんか行列がお店にできていたりとか。そうだね、うん、ちょっと怖いよね、まだね。いや、そうなんですよね、うんうん、ただやっぱりさ、経済のこと考えると、うん、経済を動かしていかないと、うん、やっぱり世の中回らないし、はい、またその経済が回らなくなると、うん、まあ、犯罪も増えるんじゃないかなっていう不安も出てくるしね、うん、はい、だからこれはこう難しいことだけど、はい、ただ俺も車で買い物とか行くけどさ、はい、食材を買いにね、うん、だけど緊急事態宣言が出てんのかなって思う時があるもんね。あ、例えばそのスペースだったり人が多かったりとか。まあ、人が、まあ、スペースはまあ、ある程度保たれてると思うけど、はい、ちょっといい加減さもあるよね、うん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 、それと人の多さにちょっとびっくりする時もあるし。そうですよね、まあ、かといって俺も買い物だけに車を使ってるわけだけど、うんうん、だけどちょっと怖いよね、まだね。いや、そうなんですよね。いや、だからこれで5月いっぱいで緊急事態宣言が解けるところもこれで全国になってきた場合、6月1日から一体どうなっちゃうんだろうって、一気に人がなっちゃうのかなとか、まあ、一気に人がなるよりもやっぱ行動の仕方というかさ、うん、ただね、うん、俺思うんだけど、うん、やっぱ目標ってさ、野球でも何でもそうなんだけど、はい、やっぱ時間を設定しなきゃいけないということ、はい、期間を設定をちゃんとしなきゃいけないこと、うん、やっぱりこう俺らでも例えば
これを成し遂げるためにいつまでっていうさ、うん、やっぱ目標設定をしっかり決めないと、うん、その間の努力っていうのが曖昧になるんだよね。はい、その中間点も、うん、ここまでに例えばインサイドの打ち方を必ずマスターするとか、うん、ピッチャーだったらこのボールの取得に全力を傾けていつまでにこのボールを完成させるとかさ、はい、やっぱ少し時間的な目標を設定しないと、うん、やっぱ人間ってなかなかやっぱこう目標に向かえないんだよね。そうですよね。だからこれは初めてのケースで俺らが生まれてからね、うん、こんな緊急事態宣言なんか出るのは、はい、非常に難しいかもわからないけども、うん、やっぱある程度具体的な数字や時間とかをやっぱ設定しないとダメだと思うし、うん、またその後も、はい、行動の仕方、マニュアル、こういうことを徹底させるということがやっぱ大切だと思うよね。そうですよね。だからそのあたりが本当にそのマニュアルが曖昧になってるので、うん、まあそうだね。ね、決めてほしいっていうのもありますし、あとあの、だからまあ、うん、例えば闇営業とだとかさ、はい、いろんなことがもう各地で行われてるわけね、うん、情報では。うんうんうん。まあ、そうなってくると、うん、やっぱどこまで基準を設けて、うん、まあ例えば あそこの店がやってますよ。はい。これそれ脅しとしてそれを発表しますよって言ったら、うん、それが逆効果になってコマーシャルベースになってるっていうことがあるから、あのパチンコ店ただで宣伝してしまったみたいな感じになっちゃってて、まあ、そういうことも起きてるよね、うん、そうなんですよね。だからどうなのかなと思うよね、モラルの問題が。例えば一方で、まあ、大型デパートだったりとか、うん、飲食店ってまだやってないところもありますし、あのパチンコ店って大丈夫なんですかね。野球ももちろんスタジアムやってないじゃないですか。俺はパチンコやんないからさよくわかんないんだけど、はいはい、だけどなんて言うんだろう、やっぱこう並べて打つっていうことは、はい、やっぱそれなりのリスクは伴うよね。そうですよね。ただまあまあね、うん、経済が回らないどうのこうのじゃさ、うん、もう本当にどうしようもない。でも我慢してる人もたくさんいるからね。そうなんですよね。まあ、多分なんか政府から休業補償がきちんと出れば休むところとかももっとたくさん出てくるのかなとも思うんですよ。いやただね足りないよそれじゃ。それだけじゃ、まあ、さらにの休業補償みたいな、まあ足しにはなるけどさ、うん、足りないよ全然ね。うんうんうん、だけどこれはやっぱもう近未来に向かってるというかさ、はい、AI が出てくると、うん、世の中を席巻し始めると、うん、6割人がいらなくなるっていうんだよね。そのぐらい、うんうんうん、6割ぐらい、はい、まあ、そうなってくると、うん、まあ、上流階級と、うん、例えばもう無用者階級に分かれてしまうと、うん、だから今がやっぱ何かをアイデアを持って、うん、やっぱ先に進まないと、うん、やっぱこれ近未来がもう始まってるというふうに言ってもいいよね、コロナのせいで。そうですね。だから看護師とかも、うん、看護師とかもやっぱ AI ロボットを使った方がやっぱ感染はしないし、はい、稼働は24時間できるしみたいなことも言われてるじゃん、うん、いやロボットと人間と、うん、ね、一緒にすんなよって、うんうん、人間には心があるじゃないかっていうようなことを言いたいんだけどさ、はい、なかなかやっぱもう難しい時代に入ってくるよこれ、コロナが明けてもね。なんか皮肉なことにこのコロナでそれが さらに進んでいきそうな感じはしますね、 AI の。いや、やっぱりそのやっぱ感染のリスクがないね。でやっぱ働く時間なんていうのもさ24時間 OK みたいな、うん、はい、もうそうなってくると加速し始めるよねこれは。いや本当ですね。ということはですよ、プロ野球でも、うん、例えば審判はもう AI でいいんじゃないかとか、例えば助っ人外国人枠みたいな感じで、うん、AI 枠を4人までとか5人まで入れていいとか、どうなんですか。まあね、でもね、たださ、うん、お客さんがこれコロナの関係で、うん、入れれないっていうことになるとさ、はい、これやっぱスポーツ業界っていうのはもう大変な打撃になるよね。
今そうなってますもんね。で7月開幕したとしても無観客でやる可能性っていうのが もちろんいやもう5万人も集めたらクラスターが発症したらもう終わっちゃうじゃない、はい、もうそれだけでもう今年はもうできないし、うん、来年に響いてくることだし、はい、だからなかなかやっぱ難しいと思うよこれは。だからもうこれからのスポーツ観戦っていうのは、うん、もう隔離の中で観戦をするというかさ、うん、そういうスタジアムの形状にならなきゃいけないとかさ、あなんか一席がこうなんていうの、うん、透明なこう、ね、ガラスで仕切られててとか。そうだね。それかもうお客さんは入れないでやっぱもうメディアでしか見れないという。え例えばお客さんその見たければその席のチケットを買って家でその席で見られるとか、チケットを買って、バーチャルの世界になってる、ね、バーチャルのでそれをなんかつけて、うん、こういうのでそれで見るとか。だからそうなってくる可能性もあるよね、極端なこと言えば。そしたら採算が合うようになるのかと今までの、はいっていうことにもなるしね、うんうん、だからやっぱ難しい時代に入ってきてるよね。これで今回コロナですけど、また数年先には違うなんかウイルスが出てきたりとか、また違う非常事態宣言のそういう状況になる可能性ってこれからなんかどんどん起きそうな気がして。いや起きちゃいけないよね。まあもちろんそうなんですけど、いやいやもうコロナをいい教材として、もうたくさん亡くなられてる方もいらっしゃるから、うん、これを教材としてやっぱそういう教育をしていかなきゃダメだよね。そうですよね、国々で、うん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 、まあまあそのみんなのモラルを高めるというかさ、そういうふうな形を取っていかなきゃいけないかなっていうふうに思うよね。そうですね、はい、いやだから本当にちょっとコロナが収束してまたスポーツとかが普通に見られる季節になって、うん、またこの動画もね、はい、毎日配信できるようにそういう、はい、また通常の生活に戻れるように今はちょっと頑張りましょうよ、高さん。はい、頑張りましょう、ね、はい、まあ、皆さんも頑張ってるから見ていただいてるというね。そうですね、ということを信じて、はい、ね、頑張ります、はい、はい。